こんにちは、ギャルです。今日は4月の23日、日曜日ということで、お休みなんで、今日もゆっくりしていこうと思うんですけど、朝が寒い。今日なんかめちゃめちゃ寒いですよ。なんでか寒い、わかんないですけど。このピンマイク変えたんですけど、ピンマイクなんかえらいなんか音を拾うのがすごいっていうか、普通に喋っても結構キンキンになるんで、ちょっと声のボリュームを少し下げながら、かつ、母親から昨日連絡がありまして、早口すぎるということで、はい。言われたんで、ちょっとゆっくり喋ろうと思います。はい。まあ、これはね、ちょっと前も言われたことあるんですけど、なんかね、こう、早く、ちょっともうレッスンまで時間ないなとか、ちょっとバタバタになると、すごい早口になりやすいのと、そうね、なんか喋りながらずっとこう考えながら喋ってるような感じなんで、なんか先に考えてることはどんどん出てくるっていう癖があるんで、ちょっとこれは、直そうということで、なるべくゆっくり喋っていこうと思います。まあ、ゆっくりというか、しっかり、はっきり喋ろうと思います。じゃあですね、昨日の、夜に上げた、森さんとの、リベンジマッチの動画についたコメントで、ナインチさんから、1分前に来ましたね。ヤヒロコーチさすがです。頭脳で先手を取って、相手に動かされるふりをするプレイスタイルだと、思いましたってことで。まあ、動かされてるふりをしてるってわけではないんですけど、そうですね。まあ、とりあえず特に出だしとかっていうのは、まあ、自分のミスを、最小限に減らして、なんていうかな。試合の始まりって、まあ、本番の試合もそうなんですけど、1回戦とかで、まあ、緊張する。体は硬くなるんですよ。どうしても緊張により体が硬くなるので、体をほぐす上で、出だしとかは特に、丁寧にやろうかな。で、ただ丁寧にやる分、相手は、もちろん僕を振ってくるんで、僕が振られた時に怪我しないように、その体の倒れを利用して、楽に早く移動できないかなと思いながら、まあ、やってる感じかなと思います。で、僕からするとすごく遅く動いてる感じなんですよね。このふわーっと動いてる感じなんですけど、まあ他人が見ると早く動いてるように見えるというか、まあ僕は全然早く動いてる、まあ気はないみたいな、まあそんな感じです。スローモーションに動いてる感じで、やっています。参考になれば。じゃ次、SHTDI2009 さんから、ヒロコーチ、各ショットの鋭さが増しましたね。プロスタッフの性能を 100% 引き出している感じです。試合でこんなショットを安定して打てたらさぞ楽しいでしょうね。羨ましいです。ということで。ほんとね、このラケットめちゃめちゃ好きなんですよね。だんだんこう、塗装も剥がれてきて、なんかちょっとこの黄色と、赤のラインがだんだん剥がれるのと、あとやっぱもうこう、なんかな、この、わかるかな、こことか、この塗装の剥がれですね、これ。これめっちゃ気になるって感じです。はい。まあ、ただこのラケットはもう僕にとっては最高のラケットなんで、大事に使おうと思います。はい。で、まあ、各ショットの鋭さが増したというよりは、本番の試合と違って、まあ、緊張感。まあ、森さんとの試合はもちろん緊張感あるんですけど、本番の試合の負けちゃダメだとか、なんていうかな、こう、まあ、そういう緊張感と比べると、緊張感は少ないから、まあ、パフォーマンスが出せたのかなっていう感じはするので、まあ、ラケットの性能を引き出したのかな、ちょっとどうかなっていう感じです。ただ今回は、前回森さんに負けた時の試合は、前腕を完全に使わないでおこうと考えてたんですけど、今回は前腕をこう解放して使ってます。まあ、ちょっと、結構違うところあると思うんで、まあ、過去の動画を、過去の森さんとの試合と、今回の森さんとの試合の、僕の動きの違いっていうのも、探してみていただければいいかなと思います。じゃあ次、ドンさんから、お見事でごわす。読み、予測がいいですね。ドーンってことで。そうですね。できる限り森さんの動きを見ながら、こっちに来るかな、どういうボールショット、どういうショットの選択してくるかな、とか、いろいろ考えながらやってました。まあ、僕はもう常にテニスは、なんすかね、こう、ゴールキーパーみたいな、サッカーでいうゴールキーパーみたいに、相手が何を打ってくるか予測して、そこに素早く動くために何をしたいのか、それを打たれた後は、どこに返すと、自分のミスを最大限減らせるのかみたいな。はい。もうとにかく引き算方式でやってるんで、ぜひ、参考にしていただければ。
ケンちゃんさんから、先に回転を求め、後に金層に至る。風が強くて森さんは全く合ってない中、八尋さんはさすがですということで。これあの先に展開を求め、後にかなわからないけど、金層至るって、これあれなんですね。中国武術の言葉なんですね。なんて読むかちょっとわかんなくて調べたんですけど。まあ、まずは、大きく、徐々に小さくみたいな、まあ、そういう感じの、あれなんですけど、まあ、打ち方でも言えるし、戦い方とも言えるし、まあ、でも、まあ、打ち方で言うと、まずは、肩の動きをはっきりさせるために大きな動きをやっていって、実際に、極めていくとだんだん小さくなっていいんですけど、最初から小さくは間違いだよ、みたいな。はい。まあ、僕はそんな感じで思ってます。参考にしていただければ。風強かった。この日の笠越え、また、強かった。最近なんか強いこと多いですね。はい。まあ、風が強くても、合わせられる動きで、戦えるか。で、それっていうのは、風に変化したことによって、例えばですね、こう寄せてって、ラケットがボールの方に寄っていって、風で変化しても対応できるかなっていうのもあるし、自分が、遠いなと思った時に、こう移動できるかとか。先に足をここだって決めてしまって、逆走して打つ人っていうのは、決めてしまって逆走して、思ったより、遠いとかなったらもう動けないですよ。だけど、足が軽くて、移動させながら、ラケットを移動させながら、ずれても手も調整できるし、体も調整できるしってなれば、自分のミスを最大限に減らせる。っていうような感じです。参考にしていただければと思います。寒い。次、H マスさんから、iPhone 11での、撮影ですね。ヤヒロさんの広角ショットが見れて、これまで以上に楽しみますということで。これiPhone 11と iPhone 10の、画角って、一緒です。一緒ですっていうのは、iPhone 11 Pro は、広角バージョンもできるんですけど、今回は普通バージョンなんですけど、これあれですね、春日公園の後ろの、壁がすごい遠かったんで、すごくこう広く映ってる感じなんですけど、まあ、実際、多分次から撮るときは、ま、いつも通りになると思います。で、広角レンズで撮影もいいんですけど、広角レンズなんかすごく遠すぎるというか、なんかどうかなんかなと思ってちょっと今考え中です。まあ、それでもしよかったらラッキーです。はい。まあ、とりあえず今のとこはいつも通りの感じになるかもしれないですけど。はい。じゃあ、小矢田さんから、俺参上だおということで。小矢田さん今回も、1番です。はい。あります。そう、小矢田さんね、来ていただいたり、来ていただかなかったり、ちょっとドキドキいつもしてます。来たら、来たって感じで。はい。嬉しく思ってます。じゃあ、次が、突き抜ける方法、みんなができないことをやればいいっていう動画についたコメントで、ヤジロベイさんから、カナダのフェルナンデス選手が遠征先のホテルの自室内で、素振り用のラケットを、振っている動画に触発されて DIY で自分も作りました。詳細はここでは書ききりませんが、これによりいつでも、当然ですが一人で素振り練習ができるようになりました。プロでもやっていることなので DIY に興味ある方は自作を提案しますので。そうそう。自作の DIY できる人は尊敬するんですよね。僕の父親も DIY というかまあ、いろんなこう作ったりできるんですけど、まあ、例えばじゃあ、木材準備して自分でこう切って、貼り付けるで、釘で打ってとかできるんですけど、僕苦手なんですよね。なんかすごい憧れあるんですけど、実際やってみると、なんかめんどくさく感じてしまう。これが才能なのかな。才能っていうのはできるかできないかの才能じゃなくて、やりたいかやりたくないかの才能というか、まあ、テニスのコーチをやってて、やりたくないとかないんですけど、なんていうか、むしろやりたい。そのテニスコーチになったことによって、お客様が上手くなったのを見て、上手くなって、喜んでいただいたのを見て、嬉しいなとか、楽しいなとか、って思うのは、なんか才能というか、例えばそれに興味ない人もいますよね。テニスを教えて上手くなった形で、みたいな、っていう方もいるかもしれないですね。もしかしたら。わかんないですけど。で、DIY してみたいなとか思ったりするけど、いざね、なんかこう、じゃあナフコとかに行って、木材見て、釘、ネジ、準備してとか考えると、なんかめんどくさいからもやめようみたいな。なんかやる気がなくなるんですよね。だけど、憧れてはいます。って感じで。
皆様の作れる方はぜひ作ってみてあげて、自分で作れる方が絶対愛着湧くと思うんで、いいと思ってます。いいと思ってるんだけど、やる気が出ないっていう、そうですね。そんな感じです。じゃあ次、ヤジロベイさんからそのまま、バボラオープンの総集編の動画についてコメントで、相手のプレイヤーは時々アンダースサーブをしていましたが、理由は何でしょう？肩付近の故障、疲労の予防、絶対ダブルフォートしたくないから、本人に聞かないと分かんないかなってことで。いや、これですね。本人に聞かなくても分かりますね。これ前の、なんだっけ、スケラジでも言ったんですけど、あれですよね、準々決勝、一発目ですよね。この動画の一発目の相手がアンダーサーブをやったと思うんですけど、あれはですね、あそこで打つサーブがあまりにも眩しかったんですよね。太陽がですね、もう本当なんですけど、どこに上げても、どこにトス上げても全部被るんですよ。これ僕も実際、アンダーサーブ実は2回ぐらい打ってるんですよ。まあ、打ってないかな。僕アンダーサーブした時は多分ラリーが続いてないから、打ってないかもしれないですけど、もうとにかく眩しい。めっちゃ眩しいですけど、僕の場合は眩しい中で、多分ここにあるだろうと思って打ってるような感じでやってます。なんでなんかちょっとぎこちない感じで僕サーブ打ってるはずなんですよね。で、相手の方ももう眩しくて諦めて、アンダーサーブに変えたみたいな、そんな感じでした。じゃあ次はですね。あら、ちょっとね。なんかちょっとくるくるなって開かない。ちょっと少々お待ちください。あれ？ちょっと待って、本当に開かないと。なんか電波が。あれ？読み込みエラー。なぜだ？あ、出てきた。じゃあですね、次。原因、不安定な方は今すぐやめてください。過去タイムラグっていう動画についてたコメントで。鈴木さんから。素晴らしい。俺の全く無価値で無意味なフォアはまさにタイムラグ大きい打ち方。手首の力抜き気味、体開き気味ってことで。どんだけ自分のフォア、ちょっと、嫌いなのかなっていうあれですけど。ってことはですね、そうやって思えるってことは、めっちゃ伸びしろあるやん、みたいな。まあ、価値は必ずあるので、あるというか、まあ、自分の価値は自分でこう、見出してほしいので、まあ、皆さんこう、ダイヤモンドのこの、なんすか、まあ、石コーラとしてそれを磨いて、ダイヤモンドにしていけるかな、みたいな。そんな感じで、頑張っていただけると嬉しいです。じゃあ次、昨日のスキラジについたコメントで、マックさんから、登録者5000人超え、おめでとうございます。はい、あります。1万人に貢献できるよう、地元でスキティンチャンネルを広げ始めましたということで、はい、そんな、試合で、すごく嬉しいんですけども。まあ、もし、興味がないっていう方は、無理に進めなくて大丈夫なので、ただ、はい、ちょっとでも悩んでるなとか、打ち方変えたいなとか、なんかそんな感じで思ってる方は、方へは進めていただけると嬉しいです。ところで、フォアハンド打つ際に、横向きテイクバック、横向きテイクバック、ドッグパッドヒッティングまではある程度理解できましたが、足はどのような位置にして打ったらいいでしょうか？セミオープンスタンスが理想でしょうかってことで。足別何でもいいんですけど、何でもいいっていうのは、移動がない場合は、基本的にこう突っ立ってでいいので、別にこう、こう打とうと別に何でもいいんですけど、基本的に右の足が軸と思ってほしい。右の足に頭が乗ってるような状態で、こう打てるかな。もしくは右の足に頭が乗ってて、移動しながら打てるかな。右足に乗ってて浅いから左足踏み込んで打とうかなみたいな。結構右の足がきっかけによってどうなるかな。近かったらこうなるしみたいな。で、そんだけでいいように、腕がフリーなんで、足のことはそんなに考えなくていいですね。こうじゃないといけないっていう、そうね、軸の取り方、軸が取れてないと安定しないじゃないけど、なんかそんな動画あると思うんで、それを参考にしてあげるといいと思います。PS、ヤヒロコーチに影響されてプロスタッフ 6.0 をヤフオクで購入し、練習ラケットとして使用しています。当初は全く当たらず飛ばすことすらままならなかったのですが、最近はいい感じでスイートスポットに気持ちよく当たり、始め、いい球が打てるようになってきました。もうこれめちゃくちゃ気持ちいいですよね。ほんとね、この気持ちよさを皆さん知ってほしい。で、僕が見てるこの女性の方とかで、結構これ使っていただくことなんですけど、意外と、全然重く感じませんっていう人多いので、動きが正されれば、楽に振れるラケットと思えればいいです。
この感覚、癖になりそうです。いつも使用している100インチのメインラケットに切り替えるとびっくりするほど楽になります。そうですね。これ打った後に、あの、100インチぐらいにすると、もうなんすか、もうブーストかかってるみたいな。そんな感じです。まあ、そのブーストかかってる感じが僕は嫌というか、いいんだけど、なんかそれに慣れちゃうとこっちが打ちにくくなるんじゃないかと思って僕は嫌なんですけど。確かにプロサフ 6.0 で打てるようになれば、どんなラケットにも使用できます。納得ですってことで。はい。まさに、そんな感じなんで。まあ、練習用ラケットとして、こう、なんですかね。まあ、割り切って使うのもありかなと思うんで。僕は昔ですね、今ちょっとないんですけど、なんだっけな。スイートラケット、スイートラケットじゃないな。なんか、すごくちっちゃい、60インチぐらいの、なんか、トワルソンとか出てるあのちっちゃいラケットを使ってた時もあったんですよ。練習として。だけど、あれ、なんかあれはテンション上がんない。なんか、なんていうかな。うん、かっこ悪いというか。なんか、ウケットもありますよね。あの、木のラケット。あれも、多分打てると思うんですけど。だけど、なんか全然テンション上がらない。やっぱこれがね、あの、かっこいいのに、試合で使えるっていう。その、ウケットじゃ本番試合出るかとかさ、ありえないんで。まあ、YouTube の企画としては面白いかもしれないですけどね。はい。だから相手をちょっと、侮辱してる感じがあるので、これだったら、試合も使えるのに、練習でも使えるっていう、あの、最高のラケットなんじゃないかなと、思っています。じゃあですね、次が、あの、昨日のスキラジに、あの、ドンさんが、お、ちょっと待って。ドンさんからシャキシャキシャキーンドーンってことで、あの、昨日のスキラジについたんですけど、コメントついたんですけど、テニスの日差しんさんから、あの、ドンさんのコメントにコメントしてるんですけど、たまたま今気づきました。7時から、5時まで、ぶっ通しでレッスン、お疲れ様です。こういう場合、昼ご飯はどうしてるんですか？昼ご飯はですよ、僕食べてないというか、昼ご飯はプロテインです。毎日ですね、毎日。あ、毎日では、平日仕事の時は毎日かな。日曜日とか普通に食べるんですけど、基本的に僕は朝ご飯は食べずに、お昼もプロテインだけ。で、夜ご飯は結構食べるみたいな、そんな感じです。本日、完全版サーブの動画を参考に一人練習しました。自分の動画を見返しながらやろうと思ったのですが、スマホがバグってしまい、動画の早送りは巻き戻しで、しょうがないので見返すことなくやってみたのですが、肘の曲げ伸ばしだけ、胸を開いて、肘の曲げ伸ばしと順を追って、ラケットの、重心の軌道は一つの円になるように、ラケットへと背中側に落とさないなどを気をつけてやりました。やってるときはいい感じで、コンパクトに打っても結構パワー出るし、コントロールも良くなってるかも、なんて喜んでました。いいですね。しかし、帰宅して動画を見返してみたら、腕の曲げ伸ばしだけで打っているはずが、いろいろと動いてしまっていたり、トロフィーポーズの後、ラケットヘッドが思いっきり背中に下がっていたり、自分のイメージとかけ離れていて、またまたびっくりしました。これあれあれですね。これ動画撮ってない方は、これで良くなったと思って終わると思うんですよね。動画撮ってるからこそ、あ、まだ違うんだっていうのに気づけるんで。いい感触を得られたので、練習に意味がなかったとは思いませんが、その場で見返しながら練習する大切さを再認識しましたということで。はい。すごく、いいと思います。そうそう。テニスの日差しんさんとドンさんが繋がったということで、よかったですね。はい。もう全部お二人の会話やってるんで、あれだったら見ていられれば、いいねとハートマークを押しました。じゃあですね、次。昨日の、打ち方のイメージ、間違えた。打ち方のイメージトレーニングどうぞっていう動画についてコメントで。なんだっけ？これ、ど忘れしましたね。なんとか H さんから、これ、春日公園かなってことで。はい、春日公園です。春日公園に来て。あれ？春日公園って、そっか。昨日の夜、上げた動画の最初の挨拶みたいなところで、春日公園来てますみたいな、言いましたね。この動画だけでわかるとは、さすがです。じゃあ、あれ？ちょっと待って。同じ動画についてコメントで、テニスの日差しんさんから、すごく見やすくてイメージしやすいです。照らしと試合形式だといろいろ違いすぎるので、こういうのあるといいですね、ということで。そうですね。基本的に皆さん練習しようってなったら、玉出し練習もいいですけど、実際にはそのラリーの方が、現実味があるというか、実際に相手の生きたボールを打ち返すんで、ラリーの時の、打ち方のイメージはあった方がいいかなと思いながら。試合でもいいんですけど、試合ってこう、走り回ってるんで、なんていうかな。それよりはこう止まって、ちゃんと止まってというか、その場で余裕があるボールを打つのを見るのも、いいかなと思って、イメトレ動画を作りました。参考にしていただければ。
あなたに伝授、分厚いバックアンドスライス、一番得意なショット解説しますって動画についてコメントで、山本智子さんから、保存しましたってことで、はい。山本さんのバックのスライスを、ちょっとできるようにして、この動きでできるかなっていうのを、また練習しましょう。よろしくお願いします。じゃ最後。今が人生で一番若い、あなたの覚悟が未来を変えるっていう動画についてコメントで、RS0916 さんから、まだ言いたいことはありますかというのは、今50点だから次は60点を目指しましょうっていう段階的指導方法は、100点じゃなければ0点という指導方法よりも効果的だし、本人もモチベーションも下がらないと思います。はい、僕もそう思ってます。もうとにかくね、まあ、よくゲームで例えますけど、最近のゲームって何があるのかな？ちょっと僕小中高の時にめっちゃゲームしてたんですけど、今全然やってないですけど、なんかいつもマリオの例えなんで、なんかいい例えないかな。僕ロックマンっていうゲームが好きだったんですけど、はい、ロックマン、まあ全部一緒なんですけど、別にロックマンで例えなくてもいいんですけど、なんていうかな、ゲームの面白いところって、まあ一面から、じゃあ10面あるとして、一面から10面の間にセーブ地点があります。まず、まあちょっと弱いボス倒して、強いボス倒して、もっと強いボス倒して、すごい強いボス倒して、最後のボスがこういうふうに階段みたいにあるとして、途中でセーブができるから楽しいですよね。例えばその1日目ゲーム買った日に、まあ、1面クリアして、セーブして、じゃあ寝て、じゃあ次の日起きて、じゃあ2面からスタートってやれるかいいけど、もし1面から10面までセーブ地点が全くなくて、5面まで行ったんだけど、やめちゃったら、0に戻るとか、そんな全然楽しくないですよね。いや、それじゃちょっと全然僕的には面白くないので、できる限り今、まあもちろんですね。例えば、5面まで、自分の中では5面まで行ったんだけど、1週間手にしてなくて3面まで戻っちゃったっていうことはあると思うんですよね。まあ、それはあると思うんだけど、じゃあ最初の0点だった時の自分と比べた時に、上手くなってるのは確実と思うんですよ。上手くなってるというか、変わっているのは確実だと思うので、その変わったっていう楽しみをどんどん楽しんでいただけると、テニスの醍醐味っていうのは深まるのかなと思ってます。僕は YouTube では結構打ち方ばっかり言ってますけど、打ち方がすべて、テニスの楽しみは打ち方がすべてじゃないと思ってるんで、だけど、まあ、打ち方を正すことに楽しさを見出したり、テニスの試合で勝つことに楽しさを見出したり、ラリーで、まあ、ラリーが単純に続いた、真ん中に当たった、まあ、そういう楽しさを追求するのも、いろんな楽しみ方あっていいと思うんですよね。だけど、なんだかんだじゃあ、試合に勝つために何をしたらいいのかなとか、ボールを安定させてどうしたらいいのかな。怪我しないためには、怪我をしたら直すにはどうしたらいいのかな、打ち方でしょって、結局最終ゴール打ち方だと思うんで、あ、ちょっとどんどん早口になってる。打ち方だと思うので、なんだかんだで打ち方を正すのが、なんだかんだ最短なのかなと思ってます。で、例えばその YouTube とかで打ち方を上げてる方もいますよね。で、打ち方上げてるんだけど、うまくいかないというか、まだまだまあ、100点じゃないなってなったところで、その時に、じゃあ変なコメントが来たとします。あ、全然違う。二度見してるよとか、テイクバック浅いよとか言われたとしますよね。だけど、それっていうのは、その時点での点数っていうのはわかると思うんですけど、だけど一番最初比べたら良くなってるよねっていうのを忘れないでほしいんですよね。で、そのコメントする人も一緒で、今のその、なんすかね、じゃあ元々0点だった人が60点なんとして、その60点しか見てないと、あ、なんかまだまだ40点足りないよって思うかもしれないですけど、その60点を見たときに、過去の0点からの、なんすか、比較というか、成長というか、そこを見ずに言うのは無責任すぎるんで、よくはなってるよね。でも、もっと良くなるよねっていう、その、考え方であってほしいんですよね。人として。なんかなんていうの。まあ、そんな感じ。その方の努力の過程っていうのが、すごく大事なところであるんで、その努力の過程が、まあ、その人の、なんですかね、成長につながっていくと思うんで、まあ、一緒に頑張っていきましょうということで。まあ、いつも言うように、もし YouTube とか上げる場合は、絶対変な人いるんですよね。まあ、僕ももちろん変な人すごいコメント来たりする時もあるので、そしたらもう一緒にブロックすればいいだけの話なので、まあ、そこは、まあ、一緒に頑張っていきましょうということで。まあ、今日は、コメントすべて読み終わったので、ちょっと一応確認で、前もなんか読み終わったと思って終わったら読み終わってなかったっていうのがあったので、あれ？インターネットの接続が切れてる。
大丈夫かな。はい。大丈夫と思うけど、ちょっと、あ、来た来た。はい。大丈夫ですね。はい。じゃあ、今回の動画はこんな感じで終わります。また、いいねとコメントとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。